想定内の事故。狭い密室、例えば故障したエレベーターの中に数名の見ず知らずの男女が閉じ込められたとする。食料も道具もなく救助もされず一週間ほど。さてどうなる。空腹は耐えられるかもしれない。だが排泄は我慢できまい。年頃のお嬢さんがいたりする。ニキビ面の男子高校生もいたりする。上着などで何とか仕切りを作るとしても大変な修羅場になることは確かであろう。そんなことを僕は考えていた。まさに数名の見ず知らずの男女が乗るエレベーターの中で。そして不意に横揺れの大きな地震。照明が消えると同時にエレベーターが停止した。